プロデューサー登場。いよいよナスミにゴールを知る瞬間が近づく。この時プロデューサーは懐中電灯の他にあるものを持っていた。ゴールを祝いクラッカーで祝福。しかしナスビは、何ですか、なかなか気づいてくれない。プロデューサーの祝福は続く。なんかおめでたいことがあった時ですかね。じゃあもしかして、100万になったってことですか。本当ですか。電波少年的転送生活ナスビ